はい、どうも、ジョーカーズのゆうたと、ジョギンです。前さ、うん、あれやったじゃん、つかめる水、うん、覚えてるよ。楽しかったよね、あれのさ、動画のさ、コメントなんかツイッターにさ、うん、なんかしかもその会社の人っぽいアカウントからさ、そうそうそう、こういうやつもありますとね、こういうやつありますよって案件じゃないんだけどできれば案件が良かったんだけど、やってみてくださいって言われたのからやりたいなと思ったら、まあ偶然見つけたので、それは今回やっていきたいと。それがこちら、触った瞬間水が凍る、一瞬で凍る、触った瞬間凍る水を作れる、シャッて、そうそう、すげえ、その瞬間を見れる、これを、まあ、やっていこうと。触れるコレクション、うわ、開けていく。あー、また例の粉、怪しい粉が、怪しい粉なんですよ、例の怪しい粉、このこの感じね、この感じねで、まあこういう説明書、なんか謎のパッドと、うん、コーヒースプーンみたいなやつ。じゃあもう早速作っていきますか。必要なものは、必要なもの、怪しい粉2袋で、怪しいスプーン1個で、怪しい蓋付きトレイが2個。じゃあまずそれ、怪しい粉を少し残して1袋入れます。難しいんだけど2つまみぐらい残して入れるんだって。そんなもんじゃね。そうだね、かなり俺の2つまみ多いけどトレイに計量スプーンですり切り1杯の水を入れて蓋します。水必要、生水必要。はい、それを入れる。じゃあで、蓋をする。で、電子レンジで温める。500W で50秒。で、それをね、ちゃんと溶けてるか確かめるんだって。どう？いけそう？うん、いけそういけそう。そしたら、それをまた放置して20分。放置？うん、20分放置して冷ますと、うん、常温にするってことね。うん、そのまま冷めたら冷蔵庫に入れて冷やす、10分ぐらい。それで OK らしい。なるほどね。では、準備ができたので冷蔵庫に入れていきます。はい、それでは結果、はい、さあどうなんだろうね。あれね、もう固まってるすでに固まってる瞬間とかじゃなく、多分氷というよりかは、なんだろうね、チョークみたい。あ、こういうこともある。なんかこういう膜ができて、こういう、なんていうんだろう、ビーズっていうのかな、なんていうか。ダメだ、ダメでした。実はさっきも失敗したんですよ。そう、取ってなかったけどっていう感じでね、あの失敗もあります。はい、実験ですので、まあこういう、先に結果見えちゃったけど、こういう感じで固まってしまったという失敗の結果に終わりました。が、しかし面白いと思う。うん、そうそう、こういうシリーズ他にもあればやりたいと思います。今日のところはお許しくださいませ。はい、以上、ジョーカーズでした。アディオス。アディオス。ちゃったよ、もう。いやー、もう。泣いちゃった。